急便と陸地様提供の花束とお子さんが描いた絵と手作りのメダルの贈呈です。プレゼンターは北見選手のお子さんレイちゃんとリンちゃんです。よろしくお願いいたします。それではここで北見康介選手からファン、サポーターの皆様へご挨拶をいただきます。それでは北見選手よろしくお願いいたします。まず今年も1年間ミキシーリーグをサポートしていただいた皆さんありがとうございました。それから今日解説した松本山さんの関係者の皆さんに電話しておめでとうございます。僕はサッカーがすごく大好きで、そしてサッカーに、サッカー界に関わっている全ての関係者とか皆さんもとても大好きです。なので僕はこれからもサッカーに携わっていきたいと思います。プロになる前の17年間、そしてプロになって14年間、大宮アルディーナ、ユガルタ仙台、カラントス、そして1年半前に34歳になる僕を温かく迎えてくれたこの FC リーグで、いろいろな方々に支えられてここまでやってくることができました。もう感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。FC ではピンチを救うディフェンスを毎試合見せてくれました。これからも試合での活躍した姿同様、セカンドキャリアの活躍も期待しております。三好選手、北見選手ともに14年間の現役生活、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。